マラソンテクノロジーズコープ DEC のバックスフトフォールトトレラントシステムの開発を担当していた上級管理者とエンジニアによって設立された。開発チームはその経験を生かして複数の Windows、Intel サーバを単一フォールトトレラントシステムとして稼働させることができる最初のソフトウェア及びネットワーキング技術を開発した。 マラソンテクノロジーズの製品、エヴァーランは2004年に、標準的な市販の X86 の2台の、サーバー上に Windows サーバー2003及び、Windows アプリケーションを何ら変更せずに移行させる、ソフトウェアだけのテクノロジーを提供した。2007年に仮想サーバー環境へ、連続可用性をもたらす手段として、V アベイラブルを発表した。 2008年には、シトリックス全サーバーの、フォールトトレランと、高可要請を提供するエバーラン 2G とエバーラン VM が出荷された。2010年には、マルチコアとマルチプロセッサの両方をサポートし、アプリケーションの高可要請を提供するエバーラン MX が出荷された。マラソンテクノロジーズは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州リートルトンに本社を置き、 日本を含めヨーロッパ、アジアに拠点を展開している。ありがとうございます。